歴史戦と歴史修正主義バンダービルド平川祐宏東京大名誉教授マイナス1931年生東京大卒フランスドイツイタリアに留学後米国中国などで講義マイナス1992年東京大名誉教授 イイイブンザデビルズズズノッットラクアヒペたとえあくまでも描かれたもの知られているものほど黒くはない今日のアメリカの日本歴史研究の日本と日本史のり次の文は米国の大手出版社が発行した歴史教科書に出てくる慰安婦関連記述の一部である日本軍は 年齢14歳から20歳に達する20万人の女性を強制的に徴用し、銃剣を突きつけて、慰安所と呼ばれるところで強制的に仕事をさせた。日本軍は、女性を天皇陛下からの贈り物として、部隊に提供した、ほとんどが朝鮮、中国出身者だった慰安婦は、1日に20人から30人の男を受けなければならなかった、逃げようと試みたり、性病にかかった場合。 日本兵によって殺害された敗戦に際しての日本兵は多数の慰安婦を虐殺したこの記述内容は事実に基づいたものではなくファンタジー空想という感じである米国大手出版社の日本文の理解はこの程度のレベルである1946年6月4日東京裁判で米国のチーフ検察官は日 戦争は日本の侵略戦争でありこのような決定を少数の日本の指導者が恣意的に下ろしたものであればその指導者は悪役であり悪役は当然断罪される必要があるという論理だったしかし当時宣戦線布告に同意して署名した東条首相内閣の全閣僚がこのような悪党だったと見ることはできない米国内にいる正しい日本の研究者もそう考えている 東京裁判のチーフ検察官は、米国内でのギャング退治で名を馳せた検察官だったが、日本については何一つ知らない人物だったというプリンストン大のジョンソン教授の言及もある。ユダヤ人絶滅を試みたヒトラーが率いるナチス・ドイツは、文明世界に対して宣戦線布告をしたと見ることができる。なぜなら、明らかにヒトラーのナチスは、民主主義と基本的人権。 基本的自由をを破壊するることを決意しして実行したからである戦争当時米国は日本に対する敵意を高めるために反日扇動を繰り返したのであるそして扇動を介して形成された日本悪役のイメージは昭和天皇や東条英機首相山本五十六連合艦隊司令官などに代表される人物に拡大再生産されて裁判時にはそのまま適用されて こののような米国人の対日認識、日本悪人はこれまで続いてきている裁判当時米国側の論理に対して東条英機は本当に日本版ヒトラーのような存在だったのか20世紀の三大独裁者は通常ヒトラースターリン毛沢東が挙げられる東条は決してこの中の一人に匹敵する大物ではない英国で教育を受けた後 戦争当時に日本で生活していて当時の軍国日本をよく知っているだけでなくナチスドイツのこともよく知っているドイツ人宣教師ロゲンドルフはニュルンベルク裁判ユダヤ人虐殺の戦犯処理をそのまま模倣して行われた東京裁判について積極的に戦争の道に進んで組織的にユダヤ人を虐殺したナチスの指導者と同じやり方で日本の指導者に対しても。 戦争の格索と恋の虐殺の責任を問うやり方で進行される裁判は愚かなものである。連合国は自分たちが作った偽の反日戦争によって捏造した現象を日本の悪役まで信じてしまったと言及した。ところが当時、米国と手を取り合って日本を攻撃していたソ連や中国は個人の自由と人格を尊重する国に該当するか米国が ソ連と中国と手を握ったのはソ連と中国が敵日本の敵ソ連中国に該当するから彼らが米国の味方だという論理によってであるこのようなソ連と中国は今年戦勝70年を共に祝う姿勢を見せながら日本に向けては歴史修正主義はならないと主張しているしかし修正主義といってもいろいろある。 ナチス、ドイツは正しかったという主張を今するならばこれは歴史修正主義に該当するしかし勝者の裁判東京裁判で見られるような一方的な歴史解釈日本の悪役をリフレッシュしようとするのは次元の違う問題である歴史の正義や不正義を論ずる上で考えるべき重要な要素はタイムスパンタイムスパン時間間隔である一日単位で見ると ハワイ奇襲攻撃をした日本に過ちがあると思われる。ところが、月単位で見ると、1941年11月26日、米国防長官ハルが日本側に送った「ハルノート」は、世界外交史上類例が稀な非道であり、挑発的な内容を含んでいる。我慢できず、アメリカをすぐに攻撃するだけのレベルである。攻撃を受けると、これを口実にして、 当時孤立主義的状態にあった米国は国内世論日本報復に基づいて数軸国日本ドイツイタリアを追い出すために乗り出すことができるというのが当時の米国の計算だったこのような米国側の意図は日本の同盟だった当時のイタリアの外務大臣も見抜いていた歴史の時間を都市単位で見ると当時中国の地域で 4年間も戦線が飽き飽きするほど拡大されている途中だったが、春ノートのためにこのような中国との戦いが終わってもいない状態で、日本は自尊自衛のために対米戦争に追加して出ないわけにはいかなかった。当時の日本の首脳部は、米国側の意図が政治的利用だということまでは考えられなかった。東条内閣は、米国が渡した春ノートの内容をすぐに世間に公表して、 米国側の要求があまりにも不当だという主張を大々的に展開する宣伝戦を繰り広げていたら、当時のアメリカの対日宣戦線布告は多くの制約を受けていたであろう。しかし、当時の内閣の責任ある閣僚のうち、誰一人として、こういった規則を提案しなかった。日本は、昔も今も、国際舞台などで、宣伝・先導戦を繰り広げることについては、ほとんど素質がないと言っていい。 米国の教科書や不関連記述についても、このような背景の下で表示される現象と見ることができる。一方で、先に攻撃を開始した国相手だとしても、幸福の意思を、すでに外交ルートを通じて示していた国の民間人を対象にして原爆が投下されたのは、やはり戦争犯罪に該当する。日本は、ハワイを攻撃するとき、ターゲットは、軍艦、軍用機、軍事施設に限定していた。 そのため、米国の民間人死者は60人にとどまった。ところが、広島と長崎で死んだ民間人の数は、米国の民間人死者の数千倍に達する。日本に与えられた悪党のイメージは、真珠湾攻撃の直後に始まった米国の反日扇動によって作られた悪いイメージだ。具体的には、日本人は、狡猾で、SLY、卑劣で、スニーザイ、 二重性ででリークヘラああり、いいいつ裏切るる。かかわらなとう風ユダヤ人虐殺を図ったナチスドイツヒトラーと同一線上に置き軍国日本を評価するのは無理がある軍国主義日本が悪いものであっても当時の日本では武士道という倫理が依然として強調されておりナチスのような特定の人種絶滅政策のようなものなど考えもしない社会の雰囲気だった 日本のこのような不当なバランスを失った評価が続く中、韓国のような国が日本への批判を続けているのである世界各地に慰安婦像を建てている人たちは女性の人権を口実にして実際に反日運動を展開しているもし彼らの行動と主張が妥当なものであれば日本人もいくらでも歓迎するだろうまたその場合朝日新聞社員も募金して 日本の朝日新聞本社前の正面に慰安婦像と吉田清次強制連行偽証言者像でも立てて多くの日本国民の呼応と支持を与えるだろうしかし日本国内の今の雰囲気は全くそのようなものではないこの点で世界中に広がっている20万人の聖奴隷という神話フィクションをどのように打破するかという点が今後の歴史戦において大きな鍵と見ることができる 日本に対する中傷を堂々と跳ねのけるための主張を堂々と国の内外で展開する必要があるホエスツイズ・ザベスト・ポリシー正直は最善の策に基づいてやればよいのだ韓国人のコメント未来志向ハンドルネーム日本に罪があるとするなら2つだ世界の超大国アメリカを恐れず先制攻撃をした点とそして 戦争でで負けた点である。和人なのか親日派なのかは知らないがデタらめはやめろ35年間、かんちょっぱりが何をしたのかバンダービルドお前は知らないのだ知っていればそんなことはかけないはずだ日本はキリスト教徒が日曜日の朝に集まって朝の礼拝をしているときドアを閉めて石油をまいて火をつけてイエスを信じる人を燃やして殺した そんな和人を称賛するお前は売国だ。この事実について米国などの全世界に知らせなければならない。500年ほど遡れば水のエサリヤマトランの時のやつらの野獣性は凄まじかった。人を殺して耳を切り鼻を削いで自分の国に持ち帰り耳塚や花墓を作って世の中に自慢したという。こいつらは人間なのか。これについても全世界に知らせなければならない。 ちょっぱりが絶滅する日は、今世紀中に必ず来る。